ピエール・ヴィラー。ピエール・ヴィラールは、フランスの歴史学者。スペイン史特に、カタルーニャ地方の歴史について、著作を残した。エロー県の出身。はじめ地理学者を志して、カタルーニャ地方をテーマとしたが、後に、歴史学に転向して、アナール学派に属し、後に、マルクス主義の影響を受けた。1934年から1936年。 および1945年から1947年にバルセロナのフランス学院に派遣されて同地で教弁を取りながら研究を続けた。1965年にソルボンヌ大学教授となる。1962年に博士論文近世スペインの中のカタルーニャを発表して商業主体のカスティーリャ地方と農業主体のカタルーニャ地方が 別個の発展を遂げ、時代によっては、片方の交流と片方の衰退が関連して起きていることを説いた。この他にも、カタルーニャを中心に据えた、スペイン氏の著作を発表したが、これは当時のスペインフランコ政権の忌避を受けて、スペインでは、その著作が発売禁止の時代が長く続いた。著書、スペイン氏は、日本でも白水尺世寿文庫から刊行されている。 晩年は、カタルーニャ氏の総書編さんにも尽力した。ありがとうございます。